はい、皆さんどうも、エプリルフールまさかタイトルから入ってくるとは思ってなかったリチでございます。ということで今ちょっとねお酒飲んでたせいでね結構回っております。ちょっとなんかもしかしたら変な発言あるかもしれませんけど、それはちょっと目つぶっていただけたらなって思います。ということで今回はこちら歯のプリンプダウンハーツの方やっていきたいなと思います。あ、ブルクリ実況第308回です。はい。で今回ですね、プリプタウンハート限定のあのプリプタウンのワイルドストーンと交換できるって言われてるんですけども、私残念なことにプリプタウンのカード一枚持ってないんですよね。なんで特攻が現在シーフードクスだけなんですよ。星6なんでレベル2かける5なんで、ちょっとねこれ一回さガチャちょっと引いて、あのちょっと貯めて、その出たやつをちょっと控えてね星7にしようかなって考えてます。まあ正直言ってね出るかわからん。まあこの1回で出ればいいんですけども、あの石の関係上2回引かないといけないんですよね。20にするにはこの前ちょっとがっつり石使っちゃったね。有石の方、有石じゃない優勝ですね。なって思います。うん、外れですね。速攻パス。ちなみにあの20回引く理由はなんですけど、ガチャパワーで確定チケットが1枚もらえるということで、それを狙いですね。まあいわゆるそれでゲットするっていう作戦ですね。ああはい、出ませんということで、ということで各種チケットガチャ、確定チケットガチャで、さて誰が出るでしょうか。クルークでした。クルークですか。クルークってスキル何？ああ、魔導学校のコンビネーションが、ん？コンビネーションじゃないな。キャラクターが強力になるやつ。あ、3連鎖以上で 4.6 倍。ということはこれ、あれですね。条件エンハスですね。2連鎖以上で 5.6 倍。案外結構強いんだね。そして
カードの空きがない。ちょっと待って、おい。よし、無事処理終わったから、やっていくか。まあ、強化してないけど大丈夫だろう。いや、ちょっと待って、二体はさすがにあかんわ。あ、そっか、これあれか。おー、あれだっけ、アビリティですね。このクルークアビリティのやつでしたね。もう全然覚えてなかったわ。もうやあかん、酔ってる。あるでしょ。うん、中殺だったな。何も話すことなかったんだけど。多少なりとは増えた。400になった。1回ね、10回回したんですけど、合計1000個しか手に入らなかったんで、まあ増えた。ということで、まあ、ちょっと本当になんか謎のクエストだったんですけど、謎のクエストっていうか、うん、発言が全然なかったんですけども、今回の、ブレイブタウンハートの方は以上で終わりまして、あと次、塗り消しは、だいぶ前に投稿したからあれなんですけど、星7が解放されたということで、あと1日1回クエストも、まあ、うん、後ほど。で、こいつだ。池に落としたのは、アイパス。で、こちらでもらえるチケットで、ガチャ、よし、チケット。こちらですね、カバルーン。カバルーンのチケットをちょっと消費したいなと思います。待ってください。カバルーン。現状緑だけがいません。なので緑狙いでちょっと引きたいなと思うんですけどね。来るのかな、もう来てほしいんだけどな、いい加減。緑かい、緑。あー、もう、なんで緑来へん。ちょっとエロが。で、まあ、多分終わってるんですけども、投稿してる時点では、まあ、星7に、タッチのバージョンと、まあ、ニセドラが帰ってきてますので、まあ、そちらの方は、まあ、来た人は一人で困れたらありまして、最後にですね、こちら
来ました、エイプリルフールガチャ。去年と同じく1回は1個で引けるんですけど、まあスペシャルキャラクターが確定ではないというタイプですね。さて今回はいけるのでしょうか。虹が1個、ラガシュ、リーン、ニャングルミ、ブレイク、クマグルミ、イオ。シクシクのシク当たった。初だ。やった。セイラン、ラガシュ、おたまる。なんでだよ。ということで、今回に関しては、シグが、まあ、当たってくれたんで、まあ、よしとしよう。じゃあ、今回の実況は以上でね、終わりたいなと思います。ということで、次回なんですけども、すいません、なんかいろいろ、ぶっ飛ばしてちゃう。ぶっ飛ばしちゃうな、いっか。前回か、ぶっ飛ばしてるのは。協力ボスチャレ、ボスチャレか。そしてギルイベが来る。あー順位1から、え順位、あ順位か、これ3月のカレンダーだと。なんで来週協力ボスチャレの10周年カウントダウンチャレンジで、12からってことは16、9日チャレンジクエスト、16ギルドイベントで、その次23トレジャーイベントと思ったけど、これトレジャーイベント復刻ですね。第3回トレジャーイベントに関してはなんだ、第3回トレジャーイベント、なんかリジェルだったような気がするけど、気のせい？はい、皆さんどうリジェルですね。リジェルでした。やっぱり予想通りリジェルでしたね。え、で、何この一番最後のパーティーイベント、祝10周年記念パーティーって。普通にあれ？なんか、え？キャンペーンとかじゃないよね。どういうやつなんだろう、パーティーイベントって。ちょっとその辺がわからないです。多分19がワンチャントレジャーのあれになると思うので、このヒット機に関しては多分19じゃねえ。23か。23はお休みになるかなと思います。で、30か。30にはワンチャンスパーティーイベント。ちょっとごめんなさい。後半に関してはちょっと本当に情報がわからないので、これに関してはまたちょっと後ほどですね、お知らせの方は。まあ、そんな感じですか。
いや思ったんだけどさ、初めてこれ来た時にさ、あれじゃん、なんだっけタイトル、もう忘れたんだけど、うちがねどっかの台どっかに使ってたんですよね、この音声、スーパープヨプヨっていうファミコンのゲームでね、そういう音声流れてたんですよ。多分それの前のバージョンでも同じようなやつでやったら流れてたんかな、ちょっとわかんないんですけど、ありました、タイトル、ちょっとわかるかな、これ。こっちに寄せた方がいいか。メモリー、ん？メモリスオブプヨプヨ。これが、なんか、アレンジされてるのに、へーってなっちゃいましたね。まさかこれに違う、これがアレンジ来るとは思ってなかったですよね。いつかのね、コメント返信でね、ちょっとこの音楽は流してたんでね、結局いろいろあったんですよね。まさかね、流れると思ってなかった。ちなみにこのメモリスオブプヨプヨなんですけど、キャラクターってか、ストーリーモードじゃないな、ねえろ。ストーリーでプヨプヨの、という、1ステージから最後サタンまで倒す、そういう流れのシステムなんですけど、それのね、対戦前の会話の音声でした、これは。一番あてかぷよぷよに関しては一番本当に初めて触ったのはこのゲームだったでね。まさかここでちょっと聞けると思ってませんでした。ちょっとなんかこの辺でちょっと雑談の花が咲いちゃった申し訳ねえ。ということで今回の、ね、実況は、ね、以上で、ね、終わりたいなと思います。ということで次回は、先ほどものお話ししたように、協力ボスチャレンジの方をね、やっていきたいなと思います。まあ、いつものあれ、ボスチャレなんで、まあ、裏チャレですね。そちらの方をやっていきたいなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。また次回もお楽しみに、バイバイ。あ、お酒が。君と終わらない